亀の三丁目の路地裏を歩く的な感じうまくタイトルがわからん。後半です。よろしくお願いします。ファッション下町探偵団元さんです。亀戸っつったら諸橋さんが町中華なら町そばってのやってんだけど、これそば屋だからね、やってないかもしんないけどのれんは下がってるね。雰囲気いいでしょ。こんなそば屋があったりなんかして、この辺りは本当にがっつり昔の産業だから、まあ芸妓さんとか食事とかそういうのは遊んだりできるようなエリアだったんで、それなりにちょっとさっきのカフェもそうだけどちょっと面白い大人の遊び場的な景色はあるよね。これがあれだね、さっきの天祖神社の参道、もうぐるぐる回っててどこがどこだか分かんなくなっちゃうよね。まあ足は分かってるけどね。なんとなく三丁目の北の方がごちゃごちゃしてるんだけど、三丁目のごちゃごちゃ北部エリアは一応終わりっぽい気がする。ここなんかも昔はどうなんだろうね、その手の類の店だったんじゃないかな。ここもなんとなく良さそうな感じじゃない？布団屋があって、あれ酒屋なんだよな、多分。昔ながらの店が残ってて。でもそこにもう一軒、昔ながらのいい感じの蕎麦屋があるんだよ。うまいかどうかは知らない。入ったことないんで。外見がね、蕎麦屋がいい感じの佇まいじゃない。これはまだね現役でやってんだよ確か。すごい面白い作りだよね。真ん前だけ見ると渋いけど隣を見るとくっついてて、多分後ろ側もごちゃごちゃごちゃっとなんかくっついてんだろうね。面白そうな路地が左右に一本ずつ。ここはこれで終わりっぽいな。ここもこれで終わりだね多分うん。いいね、なんかこれは昔って感じで。亀戸三丁目北の方の路地があって、それから南にもあって、なんかお店が結構まだあるんだよな。あれ寿司屋、やってんのかな。そんな感じでちょっと、後半は南の方を重点的に行ってみるのだ。そこら辺がもう亀戸天神だね、確かに。これは結構大事。三丁目の町会会館なんだけど、
亀山天神町会って書いてあるもんな。亀戸天神絡みかな、町会かな、ちょっとよくわかんない。ただここに昔産業があったんで、産業ってそういう、なんだろう、ちょっと色物の置き屋みたいな感じかな。だからここら辺にお店がいくつかあるのよ。ここら辺からちょっと縦にた南北に伸びる大きな通りを突っ切って横に東西に歩いてみよう。止まってる。あ、ダメだ。本当に行き止まりだ。まあ、路地ってことじゃないけど、ごちゃごちゃっとしてるよね、この辺も。あ、この裏はお寺だ、確か。そうだ、そうだ。お寺に遮られちゃった。おしまい。なんか空き地ではないんだけど、ちょっと使われてない空間が結構あるよね。あ、行き止まりだった。戻ろう。東西に連絡してる道がないんで、ちょっと北の方まで迂回っていうのかな、歩いて北の方から東へ向かうのだ。もうお寺が2つどんどんと大きな方があるからね、道がないんだよね。いや、切りないからやめよう。ちょっと面白そうなとこだけ行こう。ここら辺を入ってみようか。ここら辺からね、かなりヘビーになると思ったよ、確か。へえ、この中に駐輪場があるんだ。なるほど。ここ行かれたかな。なんか道っぽく見えるけど、行き止まりだったような気もするんだよな。止まりだな。これね、どっかの民家なんだよね。お、ここもいい感じの路地だよね。パイロン意味ないね。こっちが大通りだよね。こっち行ってみよう。こっち行くと、この間直川で来た神社のとこか。なんでこの家くぼんでるんだろう、入り口が。不思議だ。
と自分家の前には門があってみんな入れないようにあって、ここは行き止まりだね。カチューン通りに出たのだ。ちょっと賑わってるね。何やってんだ。別に何もやってないか。ここ、ああ、本当に直下と同じになってたな、ラストが。ここをね、ちょっと入るとね、路地があって、その先に、なんかまだよくわかんない、何もない空間がポツンとあるのよ。ここになんか、まあ、なんか立つんだろうね、ビルかなんか。でもまあ、不思議。不思議な空間。まあ、そういうことで、最後の最後は、同じ風景の二階撮りになっちゃいましたけど、珍しいっちゃ珍しいでしょ。これで終わっておきます。亀戸路地裏田んぼ三丁目編かな、そんな名前かな。これでおしまい。これでいいのだ。